E32012 のプロモーション、ゾンビ U は、UBI ソフトより2012年12月8日に Wii U と同時発売された、Wii U 用の一認証向けのサバイバルホラーゲームソフト。Wii U のローンチタイトルの一つである。本作のキャッチコピーは、生きるか、ゾンビか。PlayStation 4、Xbox One、PC 版において、ゾンビというタイトルで発売されている。 UBI ソフトの Wii U 参入第1弾タイトルで、内容は、ファーストパーソンシューティングゲーム型ホラーアクションゲーム。主題歌は、イギリスの国歌である。他のゾンビゲームとの違い、特徴は、ゲーム内の主人公は Wii U ゲームパッドを使いこなす、必要がある。スコープ付きの銃やガトリングガンなどでは、テレビ画面には、主人公の後ろ姿や周りが映り、ゲームパッドにはスコープを除き、 ゲームパッドを動かせば左右に行くことができる。ゲームパッドでの他の機能ではゲームパッドを開きスキャナーを起動し視界が悪い時やゾンビの生死やアイテムの所持の有無などを調べることができる。また監視カメラハブをスキャンするとゲームパッドに周辺のマップが出てくる。マップ画面では常に生き物をスキャンする機能があり反応があれば赤いマークでスキャンされる。 ゾンビの可能性もあれば、ネズミ、カラスといった動物の可能性もある。移動ではマンホールでワープすることができるため、隠れ家から直接住宅地やバッキンガム宮殿付近に訪れることができる。主人公がゾンビによって殺害され、新たな主人公は何も持っていないため前回の殺害場所を訪れると、以前の主人公がゾンビとなって襲ってくるため殺害し、 リュックサックを探れば以前の持ち物を取り返すことも可能である。ただし、リュックサックには所持数制限もある。2012年、イギリス・ロンドンでは腐敗病と呼ばれるウイルスに感染した一般人がゾンビ化する事態が発生していた。主人公はロンドンを彷徨っていたところ、謎の声の主、プレッパーと呼ばれる男性に地下鉄の隠れ家へと導かれ、 様々なミッションを要請される。主人公はゾンビに遭遇しながらも、バッキンガム宮殿や保育園、下水道、ガソリンスタンドといった場所を探索していたが、軍の航空部隊がロンドンへの空爆を計画していた。イギリスを舞台とした本作では、近接武器としてクリケットのバットが登場するほか、編集として釘バットが登場する。この他にも、銃器類は使い込むと、 スキルレベルが上がり、リロード速度上昇や反動が少なくなる一方、大きな銃声にゾンビが反応したり、主人公が変わるとスキルがリセットされるといった端緒がある。また、探索をしていくとアップグレードアイテムもある。本作のマルチモードは人間対ゾンビの対戦形式のマルチモードとなっている。なお、利用料金は無料。キングオブゾンビとなったプレイヤーは、 Wii U ゲームパッド、人間側が Wii U プロコントローラーを使い、キングオブゾンビは Wii U ゲームパッドのマップを見ながら、時間の経過とともに加算されるコインを消費して配置できる。マルチプレイのゲームモードは3つ。マップ上にあるフラッグをより早く集める、アサルト、ゾンビが倒れた数を生存者が死亡するまでの間で競う、バトルエリア、決められた。 制限時間で生き残りをかけるサバイバルとなっている。プレイステーション四、4、Xbox One、PC 版などではゾンビというタイトルで発売されている。ゲームパッドがないため、テレビ画面とゲームパッド画面の使い分けができない。Wii U 版ではロ d だったのに対し、今作はロ z へと変更されている。理由は日本で発売されている Wii U 版では規制表現があり。 切断された部分が赤から黒、大量の血液表現などへ変更されていたが PS4、PS XBone、PC 版での日本語版は無規制となった。またマルチモードがない。グラフィックは変わっていないが Wii U 版より全体的に明るい感じとなった。汚れたレンズエフェクトが少なくなった。クリケットからハルバットへとバージョンアップした。 その他には銃の追加などにより素早く殺害できるようになった。本作は発売当初から続編の制作が予定されており、UBI ソフトの開発陣からも現在プロトタイプの開発が進行中と言われていた。しかしその後予想以上に利益が不調だったため中止と公式に発表された。でファミーコゲーマーの編集部はイギリスを舞台としていることに加えて、 主人公が死亡すると別の生存者が主人公としてゲームが継続する。しかも死亡した元主人公はゾンビ化した状態で新しい主人公に襲いかかるという点が本作と他のゾンビゲームとの違いを際立たせていると評価している。また、同社の編集部は Wii U のゲームパッドで情報を確認している間もゲーム内の時間が継続している点については 民 U の仕組みをうまく使った演出だと評価している。ありがとうございます。